感じの。いや、面白かったな、今日は。アンコールをファーストストーリーで3発売中、告知してくれたお客さんが。ありがたい。リンネやる？リンネやろう。じゃあね、リンネは、みんな私のこと初めて見た人のためにちょっと説明させてね。あのね、リンネはね、青柳、私がね、音楽を始めようと思ったきっかけになった、東日本大震災のね、実話をもとに、書いてみた歌詞だったりなんですよ。だから人と人とのさ、こう突然の別れみたいなのがさ、どんなこう結果というかさ、まあ悲しいじゃん。どう考えたって悲しいんだけど、その悲しいっていうものがさ、ずっと悲しかったり辛いで終わってほしくないなと思って、もちろんバッテリー持つ、離れること別れることっていうのにも、まあ強さに変わったりとか、こうキラキラしたね、本当にありがとうっていう気持ちに変わっていく、言ってほしいなと願いを込めて書いた曲です。なので、まあ震災とか関係なくてもいいの、人との出会いとか別れって必然で、こうみんな誰しもあるそのことに、どんなことに、出会いにも別れにも、ね、理由があって、その理由っていうものがいつだっていつまでだってこうキラキラするといいなって願いを込めて書いた曲です。私が初めて、生まれて初めてレコーディングした曲でもあるんですよ。なのでとってもとっても大事な曲です。それでは、じゃあこの曲歌ったら最後にする。もう決めた。ご飯食べなきゃいけないから。それでは今日長い時間放送聞いてくれてありがとうございました。大事な告知は、8月2日のレインボータウン FM 木場駅4番出口を出てすぐです。イトーヨーカドーの近くなので、わかんない人も来てくださいね。生放送となっております。猫ひろしさんのね、番組なんですけども、青やりがジャックしたいと思います。生ライブ、生放送ということで、ずっとね1時間喋ったり歌ったりお届けしたいと思います。観覧無料です。みんなちゃんと来てくださいね。レインボータウン
ということで、待ってるよ。8月2日夜の9時から生放送スタートです。見に来てください。今日はありがとうございました。最後の曲です。夜風